今日はですね、これから中国餃子の作り方、中国の方がいらっしゃいますけども、これからですね、それを説明をいたします。材料の紹介をお願いします。はい。まずは材料なんですが、はい、卵を、ゆり卵を作って、それでエビをもう本当に市販のエビで刻んで、細かく刻んで、それでニラは生のニラでそのまま生でいいと、で、味付けは塩と、あと味の素、サラダ油、醤油少々、そのくらいですかね。胡椒は入れてないの、少しネギを刻んで入れたんですけど、材料、それで入るだけ、はいはい、とても簡単なんです。薄力粉で冷たい水を開いて、本当にうどんを作るような感触。薄力粉だけ、薄力粉だけ、強力粉とかは他ないですね。これ入れてないですね、薄力粉だけ。へ、少し開いて、それでなんか10分くらいに、今の時期ちょうどいいんで、よかったんですけど、こたつの下に少し温めて柔らかくなって馴染めやすいんだ。それにまた作る前に何回も開いて、なるべく粘着性があるように。ああ、何回もやってね、そうですね。これ何時頃作ったんですか？これはね、朝8時からいろんなものを作り始めたんですけど、じゃあこれからですね、中国餃子を作っていただきます。こちらはその下に敷いてある小麦粉ですか？小麦粉ですね。くっつかないようにね。くっつかないように、はい、ここで身を描いてくれる。よくなることはないちょうどいい高さ。ちょうどいい。ああ、よかったよかった。力入れるのが入れやすいの。テレビ？箱の何がその粉が。イースト？そう。イーストがその量が把握できないよ。あ、これイーストも入ってるんですか？うん、これは入ってない。あ、もっと中華まん。そうだね。あ、そうですか。中華まん。あれ、穴が開くんですよ。だからうまく進めないんですよね、あれは。難しいんですよ。そうそう、シリーズね。でもなんかこうやりましょう、こうちょちょちょ回しながらこうしてみるみたいな。あ、すごい、始まってる、始まってるよ、始まってるよ、見た方がいいよ、見た方がいいよ。学校の授業でやりましたよ、餃子。あ、そうなんだ。小麦粉と何ですか？小麦粉。それどう？もったいないね、自分で作ったんだよ。なんだ、すごい。ピントとかするもんね。ちょっとこれ寝かせると弾力が出て。水と塩とかですか？塩はね、好み、入れるか入れないかって、私は入れる時もあるので入れない時もあるので。やりたくなっちゃうんですよ。本当だ、なんか上着脱いで。コロ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 やるんですね。手で押して、手で押して、すごい手で押してね。手濡れてたらダメですか？うん、あ、靴下なんだ、大丈夫だけど、靴下だけでしたね。料理にね。じゃあここに、だいたいちょっと丸めて、少し丸めて、ここに手の裏に強く押せば大丈夫。なんか大変だな。うん、平気平気、全然大丈夫だよ。それも皆さん挑戦してください。そうですね、やりましょうよ。やめちゃうからね。大丈夫、大丈夫。
丈夫ですよ。あ、なんか懐かしい懐かしい、やってた、やっ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 た、しばらく使えないと自信がなくなっちゃった。30分でやった。高橋さん、それ伸ばすの専門にやって、私中に踏み入れて、プロのね、技でしょ。そんなことないよ。早い、やっぱ早いな。そんなことないよ。こうに混ぜて、左の手にこうに混ぜて、右に。そうそうそう、それで腰に、うん、力を一回に入れて、それで回す。そうそうそう、入れて、回して、うん、入れて、回して、一回にやって、回して、一回にやって、回して、この、こんな感じ。回して、大きさとしてはどのくらい。大きさはもう、あの、大体これちぎるときにあんなもん、うん、もうちょっと悪くならない。小さくするならばもっと小さいんだけど、大きさはそんなに決まりはないんだけどね、自分の好み、もっと具がいっぱい入れたいなら大きくするんで、大体 いい感じだと思う。状態、はい、こんなくらいの感じで、あ、いいね、うん、ほら、そうそうそう、ちょっと1個包んでみてくれ。うんうん、かぐいさんはひどい。そう、うまい、ね、すごい、うん、はい、じゃあこれ包みますね。適当聞きなんですよ、はい、入れて包丁入れて見て見て、プロはい、プロのやみますよ、プロの ね、 ね、はい、真ん中をやる、うん、真ん中をとりあえず押して、はい、こっちのシワ作る、はい、これ水餃子だから水は塗ってないので、やっぱり強くに押して、それで自体で、そうそう、すごい、すごい、ええ、あ、そうか、そうそうそう、上だけね、四角くした四角くなる、四角くなる、調理師学校に行ってもやっぱり前する勉強ね。感じ？こんな感じです。出ちゃう。あ、ちょっと。まあまあまあ、それ今井さんのあれか。こんなもんでしょうか。いや、グーッとやって、うん、そう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 、グーッとやって、シワ作る時に、そうそう、その瞬間でもグーッとやってて、うん、うん、なるべくこの上に向いてやると、あの汁が垂れにくい。ああ、なるほどね、うん、そうそうそう。横すると出てくるんで。はい、出来上がりですか。出来上がりました。あ、今お湯が沸いたんでですね、出来上がった水餃子を、お湯の中に投入しています。結構入れるんですね、うんうん、これが鍋が大きいから結構入れるんだよね、でとりあえず、あの、水、余裕を作って、このぐらいかな、うん、で、今、入れてる。時々に混ぜてやると、しっかりコツが、うん、コツがないよ。あ、つかないね、はい、今度は 3回を沸騰して、3回沸騰、そうそうそう、1回沸騰したら、刺身水を入れて、それも1回に沸騰したら、また刺身水入れて、刺身水2回入れる、そうそうそう、はい、で、最後に、あの、ものが膨らんじゃうんだよね、すると皮が膨らんでいて、の出来具合なんで、これ刺身で、そうですね、これ1回目、そうそうそう、これ刺身を1回入れました。でもちもち感が出すだろう、だんだんこれ膨らんできた。ああ、それか、皮だけやるみたいな。あっという間に色がついてきた。すぐね、もうこのように焼くと、ああっと思うとね、色がついてる。もう一度刺身です。2回目の刺身です。ね、皮から作ると食感が違う。これが餃子って感じ。いただきます。